なんだか考えすぎて頭がしびれてきたような。ユイト、起きて。ワタルから連絡だよ。ああごめん、少し休むつもりが本格的に寝ちゃってたみたいだな。それでワタル、どうしたんだ。やはり俺たちが旧海抜軍病院へ侵入した件が問題になっているのか。はあ、いやいや、病院の件は吹雪連隊長がうまいこと処理してくれたから大丈夫。大した話じゃないかもなんだけどよ、国土高速の穴のことを知らせとこうかと思って。そういえば国土高速の空に妙なものができてたな。穴といえば穴だけど。あの後大変なことがいっぱいありすぎて忘れてた。あれ、何だったの？政府はあれをクナドゲートって名付けたらしいな。調査隊がいろいろ調べたみたいだけど、超局所的な重力異常ってこと以外何もわからないんだってよ。ただブラックホールと性質が似ているとかで、あの辺りは立ち入り禁止になってるんだと。クナドゲート、向こう側何も見えなくて不気味だった。まあっちに行くことはないかもしれないけど、知らないよりは知ってた方がいいだろ。そうだな、教えてくれてありがとう。もしまた何か分かったら共有してくれ。お任せあれ。あ、そうだ、ユイト隊の次の任務だけど、今のところ待機ってことになってるからな。もう少しアジトにいて大丈夫そうだぜ。そうなの？じゃあまだしばらくはアジトでゆっくりしてよっか。ええ、そうしましょう。きっと吹雪さんの計らいでしょうから、甘えておくのがいいと思います。失礼、お邪魔するよ。吹雪連隊長、どうしてここが？僕が吹雪さんに伝えました。毎回セーフゾーンで話すよりアジトの方が安全だと思って。助かってやるか。監視は巻いてきたから少しの間なら大丈夫だ。監視がつけられているんですか？前に言っただろ、僕は政府の犬だからね。でももう犬のままでいる必要はなくなった。カレンがいなくなってしまったから。カレン元連隊長、どういうことですか？カレンはあの通りだから。政府に好かれるタイプの人種じゃなかったんだ。人格矯正や排除の対象として目をつけられていた。だから僕がカレンの代わりに海抜軍を政府の指示通りに動かす役目を請け負っていたんだよ。そのことをカレン連隊長は？知らないよ。カレンを政府の手から守るには僕がカレンの監視役として立ち回るしかなかったから。それにそんな話をカレンにしたら余計なことはするなと言われただろうしね。だから正直言うとちょっとホッとしているんだよ。これで僕も政府の言いなりにならずに済むって。セーラン氏が反乱を起こした今なら政府の監視に隙ができる。僕はこの機を逃すつもりはない。この国の歪みをカレンとは別の手段で変えられるはずだ。別の手段？何をするつもりなんですか？この国は違法な人体実験による強引な超能力研究を進めている。理由は全くわからない。政府が完全に情報を統制しているからだ。マスコミすら政府の監視と圧力のもとにある。政府がなぜそんなことをしているのか把握してこの国を歪んだ体制から解放したい。カレンはそのためにセーラン氏と組んで国家に対する反乱を選んだ。だが僕は政府機能の中心から崩すことが早道だと考えている。兄さんは外から、吹雪さんは中からこの国を変えようとしているんですね。ああ、だから情報を把握するために体制に従順なふりをする方がいい。都市コンピューターの荒はばきに近づければ政府が隠している情報を暴くことができるはずだ。それを
俺にも手伝わせてもらえませんか。父さんが何をしてきたのか、それに兄さんが何を隠しているのか、俺も知りたい。ユイト、君はこの隊の隊長を命じられている。隊長は隊員に責任を持たないといけない。君が政府の隠す謎に触れようとすれば、隊員たちも無事では済まなくなるよ。分かっているのかい？だったら俺を隊長から外してください。それはできない。君は良くも悪くも注目されているから。カイト・スメラギ本部長の命令でもあるしね。ならば隊員である我々もユイト隊長と同じ意思を持てばいいのではないか。ゲンマ、どうせ俺は近いうちに海抜軍から離れることになる。もう年だからな。ならばその前に真実を暴きたい。なぜナオミがああなってしまったのか、それによってなぜナギが人格矯正を受けることになったのか。僕もゲンマに賛成します。この国が隠蔽する謎にユイトが挑むなら協力させてもらえませんか。僕もこの国の人体実験の被験者ですからね。え、それは一体。僕と兄のカレンは超能力の強化処置を受けているんです。強化処置？そんなことが。ユイトがタイから外れることができないのなら隊員を外せばいい。この件から外れたい隊員を別の部隊に編入させれば問題ありませんよね。分かった。そこまで言うならユイトにも協力してもらおう。だが隊の再編成には手続きが必要だ。だから今回は正当な出撃命令を出すことにしよう。セーラン市周辺の情報収集を頼む。水波川近辺に海抜軍の離脱兵が出没すると聞いている。セーランの反乱に同調した元隊員たちが何か行っているのかもしれない。その調査の間に花火やつぐみを別の隊に再編成するように動いておこう。それじゃ頼んだよ。ユイト、俺もオペレーターとしてタイに残る。俺はユイトやゲンマたちと同じ意見だ。このまま政府に好き放題やらせないためにも協力するからな。当たる。ありがとう。よし、ここから先はセーラン側の海抜軍が哨戒に出ている恐れがある。慎重に進もう。ユイト、アジトでの話だけど本気なの？吹雪連隊長を手伝うって話？そう、だってそれってカイトさんや亡くなったおじさまを疑うってことでしょ。私はこの隊に残る。え？つぐみ、ナオミかわいそうだった。もし政府が関わってるんだとしたら許せない。ストップ、前方から怪異が来るぞ。花火、つぐみ、話は後で聞く。今は怪異を片付けるぞ。うん、そうだね。限界。俺がやる。やけどしないでね。畳みかけるぞ。終わりだ。さあ次。
攻撃すれば外郭を壊せそうだぞ。力を貸してくれ。気が利いてる。今の場所が弱点か。倒れたぞ。一気に攻めるんだ。他に怪異はいないか。特に反応はない。うん、ユイト、大丈夫？え？ああ、今の戦闘では特に大きなダメージもなかったけど。何言ってるの？急に頭が痛いって立ち止まったから。え？待って。また記憶が飛んだんじゃないかな。さっきまで何を話していたか覚えていますか。花火が本当に吹雪連隊長のことを手伝うのか尋ねてきて、その後つぐみがこの隊に残るって。その先は。その先って怪異が現れて戦闘になったから何も話してないだろ。違うのか。ユイタ、ルカとゲンマの話覚えてないの？何を話したんだ。俺の老化が始まっているという話とルカが受けた実験のことだ。ごめん、何も覚えてない。本当にその話をしたのか。ユイト、俺も聞いてたから間違いない。ステータス上の異常は出てないけど、医者に言われた脳の疲労ってのが影響してるんじゃないか。超能力を使えばどうしても脳に負担がかかる。今は無理に戦闘をしない方がいいのかもしれない。そうはいかないよ、任務があるし。ユイト、本当に大丈夫？おとがしゃ、トモゾーエ。何？あ、ま、本舗、デブルスハイダン。なんだ、言葉が、考えていることと言葉が一致しない。変運来たけじゃん。頭部に異常な反応が見える。何が起きているんだ。言語障害です。おそらく脳に強い負荷がかかっているのでしょう。どうすればいいの。病院で処方された薬はありますが。しかしあのアンプルは怪しいぞ。見た目は配置化軌道で拾ったアンプルと同じもの。みんな注意してくれ、怪異がそっちに接近中だ。こんな時に。ユイトは休んでて、怪異は私たちでどうにかするから。くそ、頭が痛い。割れそうだ。頭が。外国にダメージを確認。このままぶっ壊せ。外郭の損壊を確認した。畳みかけろ。戦わなきゃ。ユイト、まさか超能力が使えないのか。ダメだ、超能力が全く使えない。このままじゃ
まともに戦うことすら。どうすればいいの？何か直す方法は。どうする？飲むか今。ユイト！迷ってる場合か。こんなところでカイにやられるわけにはいかないだろう。ユイト、あのアンプル剤を飲んだんですか？つぐみ、今見てる。あ、頭部の異常反応がちょっとずつ消えてる。この薬すごい効き目だ。頭痛ももう収まってきた。ユイト、言葉もちゃんとわかる。どうだ、戦えそうか？ああ、大丈夫だ。一気に片付ける。次だ。力が使える。痛みも消えた。これならいける。次だ。この調子です。こちらで確認できる各種ステータスに異常なし。どうだユイト、具合は？ああ、もうなんともない。心配かけちゃったけど、アンプルを飲んでよかったよ。正直あのままじゃどうにもならなかった。そうですね、副作用も特に出ていないようですし、問題のない薬だったと考えていいのでしょうか？まあ、変な匂いがしてすごくまずかったけど。ねえ、このまま任務を続けるの？少しアジトで休んだ方がよくない？大丈夫だよ。超能力の調子も元通りだし、異常感じたらすぐに言うから。先へ進もう。了解。でも本当に無理しないでね。約束だよ。ああ、分かったよ。物資反応があるみたいですよ。来い。やっ、やっ、電気を使った攻撃は要警戒だ。感電しちまうと動けなくなるからな。
構そうだけど。外角が壊れた。ガンガン攻めていこう。そのまま攻撃すれば外角を壊せそうだぞ。当たれ。次だ。海抜軍人たるもの、常に出撃準備は整えているぞ。待って、この先何かいる。その辺りは上空の断絶の帯が濃くて、こちらからは捕捉ができない。もう少し情報をくれ。トラックだと思う。2台セイラン方面に移動してる。つぐみ、どうした。一瞬荷台の中が、でも多分見間違い。よし、近くの監視カメラから映像が撮れた。これは海抜軍の輸送車だな。敵？味方？現在水波川付近に出撃している海抜軍はユイト隊だけだ。じゃあセイラン側に着いた海抜軍ってことだね。あ、見つけた。誰か二人、こっちに来る。あれは、強化とカゲロウ。そうか、透明か。気をつけてくれ、こっちじゃ捕捉できない。みんな、周囲を警戒だ。うん。そらよ。
おっしょ。なぜ強化とカゲロウが襲ってきたんでしょう。ユイトを狙ったのはカサネの独断だと思っていましたが、二人もカサネ同様ユイトを狙うと決意したのか、あるいは他に思惑が。いずれにせよ注意してください。やけどしないでね。カゲロウが透明化しても私の投資なら捕捉できる。つぐみちゃんの超能力と相性最悪なんだよな。友達としては相性最高かもね。本当にそう思ってるなら引いて。私だって本当はこんなことしたくない。それだ、つつカサマ、行こうぜ。やるべきことは済んだ。どうして強化とカゲロウがこの辺りの警備をしていたのか。輸送車と関係あるんじゃないでしょうか。彼らの動きは明らかに時間稼ぎでした。こっちでも二人の行方を追ってみる。つぐみ、あいつらがどっちへ逃げたのかデータをくれ。ダメ、カゲロウと強化がたくさんいる。みんなバラバラの方へ逃げてる。強化の複製能力ですね。こちらを攪乱するつもりでしょう。ごめん、本物を見分けるのに時間がかかりそう。輸送車も見失った。悔しい。そうか、輸送車の行き先をつぐみから隠すための陽動作戦だったんだ。最後に見た時輸送車はどこへ向かってた。多分セイラン方面。俺たちに追われたら困るってことはただの物資輸送ってわけじゃなさそうだ。何か情報をつかめるかもしれない。ちょっとだけ時間くれ。つぐみからの情報と合わせてこっちで当たりをつけてみる。ユイト、セイランの町とは別方面なんだが、ちょっと引っかかる場所があるんだ。複製体はここだけ避けて散ってるようにも見える。確証はないが、どうも怪しいぜこいつは。ナイスだ渡れ。よし、まずはそこまで行ってみよう。なんだここは。誰もいないな。あ、輸送車が止まってるぞ。じゃあここで当たりだね。町から結構離れてるけど、セーランの施設なのかな。俺が検索できる範囲じゃここの情報は全くないんだ。まあだからこそ怪しいかもな。俺たちの侵入はまだ気づかれていないようだが、何かうまく言えんが、ここは妙な気配がするぞ。車の方は僕が見てきます。つぐみ、渡る、フォローお願いします。ねえユイト、念のために聞くけど、記憶は、言葉は、頭痛は。今は大丈夫だよ。花火は心配性だな。言語障害まで起こしたのだ。心配して当然だろう。無理しないでね。ユイトは子供の頃から体が弱かったし。そういえばそんなことを言っていたな。ああ、うん。ほとんど病院で過ごしてた。5歳ぐらいでやっと退院が許可されて、それからは元気だけど。待った、ルカがヤバいもの見つけた。ヤバいものって何？あの輸送車が
何を運んでいたのか分かりました。生首？嘘。これと同じものが輸送車いっぱいに収められていました。そんな、見間違いかと思ったのに。本当に？一台はすでに積み荷が空になっていましたが、多分同じものが入っていたんだと思います。輸送車2台分の生首、どういうことだ？もう少し奥まで潜入してみよう。もしかしたら重ねたちもいるのかもしれない。わかった。どうしてこんなことしてるのか突き止めないとだもんね。開かないな。潜入してみようとは言ったけど、そう簡単に通れるわけないか。ここの扉、どれも通しできない。うん、お前たちは、手荒な真似をしてすまない。心配するな、気を失っただけだ。しばらくは目を覚まさないだろうがな。びっくりした。3人ともすごいね。ありがとう。俺動けなかったよ。とっさの判断ができるのはさすがだな。これもしかすると扉のカードキーかも。つぐみ、よく見つけてくれましたね。これで先に進めそうですよ。もうここは敵地なんだもんね。気を引き締めていかなきゃ。よし、この扉から先へ行ってみよう。
次だ。うん、コツを教えましょうか。なんでカードキーが床に落ちてるんだろう。血みたいな色の汚れがついてるけど、確かに血の汚れですね。おそらく研究員が事故で怪異に襲われてといったところでしょうか。花火の超能力を使うと良さそうだな。早く見たけどしないでね。そら、リンド、敵は燃えてね。成功、一気に攻めろ。畳みかけるぞ。決める。
敵が何か落としたな。それ、えやっ、それせーの。ユイト、あいつ発火が効きそう。集中が必要ですね。この施設のデータは一切ないけど、昔この辺りには学術都市の開発計画があったらしい。美術館なんかも建設されてたみたいだから、そいつを利用してるのかもしれないな。集中しなきゃ。このままじゃ何も見えないぞ。サスを使って煙の発生源を突き止めてくれ。俺がやる。行け、ユイト。こいつで、出会っ。
かな。これキーがないと開かないゲートだよ。多分カードタイプのキーかな。
この設備は一体。何かの製造ラインみたいだけど。なあ、運ばれてる箱みたいなの、さっきの輸送車の積み荷と似てないか？どうした、つぐみ。顔が真っ青だぞ。つぐみ、先ほど僕が持ってきたものと同じものが入っていたんですね。生首か。嘘、これ全部なんなんだこの場所は。この建物には怪異が閉じ込められていました。怪異の餌は人間の脳です。もしそうだとしたら、いや、そうだとしてもこの工場らしきところでは脳を加工しているように見える。怪異に与えるだけなら言いたくはないが、首ごと与えればいいのではないか。この匂い、どこから。あ、確かにちょっと変な匂いするよね。ちょっと吸えたような、生臭いような。あのアンプルは。気持ち悪い。まさか嘘だろ。だってあれはスプリング製薬で。強化たちは負けなかったのね。これは一体何なんだ。答えにはたどり着いたんじゃないのかな。ここはスプリング製薬のセイラン工場。正確に言えばセイラン自治政府と共同で運営している怪異の研究所だ。そこに首を運んでいるわけですか、薬の材料として。シデン、心を乱さないで。今はユイトを仕留めることだけ考えるのよ。ちょっと待て、話を聞かせてくれ。おい、俺を殺そうとする理由も話してくれないどころか、こんな残酷な施設のことを隠そうとまでして。逃がせないわ。ここで行われてることを見ても何も感じないのか。カサレもみんなも何考えてるんだよ。抵抗するな。ゲゲゲだったカサレのことはすごいだって思ってた。なのに今のあなたはユイトの命を狙ったり、この施設のことを隠そうとしたり。それはねえ、どうしちゃったの。ただのカサレらしかないよ。そうでしょ。やるじゃないか。諦めて。何も知らないくせに勝手な仮装だったら教えろよ。俺たちが何も知らないのはそっちが何も話してくれないからだろ。もうやめて。覚悟、集中が必要です。まずいな。こいつで身を守る。やっちゃい、返してくれ。せい、こいつで。いや、無駄です。いや、やめろ。そらま、えい、熱い。と僕のドライブを見せてやる。いや、なんで。頼む。まだ戦える。行けるぞ。
いる。フォローしないと。まだまだ。もう一つ。まだやれるよな。ありがとう。助かります。来い。行けぞ。アナによろしく。ルカ頼む。やれるよな。もっと鍛えておけば。もうやめて。遅いわ。もっと力を。敵の動きよく見てくれ。コツを教えましょうか。来い。手段を選ばない。ゲームは頼む。人間の生首を使って薬を作るなんて正気じゃない。それでもこの薬がなければナオミを助けられない。ナオミ、どういうことだ。ここは何のための施設なんだ。それは僕はもう我慢がならない。全部話すぞ。私が話す。嵐の話した通り、ここはスプリング製薬と提携した怪異の研究所よ。ここに運ばれてくるのは死んだ人間の大脳、一部は捕獲した怪異の脳に移植して怪異兵器化され、残りは薬品に変えて怪異の食料にしているの。ひどい。なあ、本当にセーランは大丈夫なのか。確かにニューヒムカは腑に落ちないことが多すぎる。政府の監視の目があらゆるところに向いていることも、情報の管理統制をしていることもおかしい。でも反乱を起こしたセーランだっておかしいじゃないか。人間の脳を怪異に移植したり薬にして流通させているなんて、こんなこと許していいのか。許しがたいことだね。うん、もちろんそうだろう。だがそれを容認するほどにまで追い込まれている人間がここにはいるのさ。兄さんのことですね。そして重ねもね。大切な人間を怪異に変えられた者はあの薬品にすがるんだ。あの薬を投与された人間由来の怪異は脳が安定し、一時的に正気を取り戻す。会話もできる。カレンにも怪異に変えられた家族がいるのか。家族ではないね。ルカやフブキから聞いていないかな。アリスさん。ユイト、また脳に負荷が。ユイト、ユイト、
超能力を使った反動か。また頭痛が。ユイト、大丈夫？一体どうしたっていうの？その苦しみ方、尋常じゃないわ。ユイトの脳に異常が出てるの。超能力を使って脳に負担がかかると、言語障害や記憶障害が出るようになって。もう大丈夫だ、痛みは収まった。これはしまった。お取り込み中のところ悪いが、ここは痛み分けとして引いてくれ。ほら、急いで逃げないと怪異が来るぞ。僕たちも一旦引くぞ。重ね、それでいいな。ええ。ユイト、任務はここまでです。撤退しましょう。そうだな、急いでここを離れよう。吹雪連隊長への報告は渡がやってくれるって。そうか、ごめん、俺がやらなきゃいけないことなのに気分が。何言ってんの、いいんだよそんなの。みんなユイトの気持ちわかるもん。うん、ユイトの痛みとか苦しみとか完全に分かってないのかもだけど、でもきっと私だって同じ状況ならアンプルを飲んでたと思う。だからってユイトの嫌悪感をどうにかできるわけじゃないのも分かってるんだけど。うん、大丈夫。薬は科学的な処理がされているはずですから、タンパク質やアミノ酸のサプリのようなものです。苦しいかもしれませんが、そう思って割り切った方がいい。だよな、分かってるんだけどなかなか割り切れなくて。辛いだろうが吐き出そうとするのだけはやめた方がいい。え、知ってたのか。アジトの外でその見えちゃったからごめんなさい。そうだよな、ごめん。もう胃の中に残ってないのは分かってたんだけど、それでもつい。いや、なんか癖になるといけないからな、こらえてくれ。うん、それに俺なんかより怪異にされたナオミの方がよっぽど辛いだろうと思うよ。怪異の姿になったことはもちろんだし、脳をその食べなきゃいけないんだとしたら、ナオミが今どこにいてどうなっているのかはわからないけど、ナオミのことを考えたら俺はまだマシなんだ。ナオミがまだ頑張っているなら俺も乗り越えられる。ユイトが乗り越えたなら、いつかナオミに再会できた時、ユイトがナオミを支えてあげられますね。ああ、そうだよな。俺、しっかりしなきゃな。ただ、あのアンプルのことをニューヒムカが知らずに仕入れているのか、知ってて黙認しているのかが気になる。もし、すべて知っているなら、俺は自分の国を恨んでしまいそうだ。いや、多分ニューヒムカは何もかも知ってるんじゃないかって思う。俺がただそれを認めたくないだけなんだ、きっと。ユイト、ごめんね。え、花火は病院とは関係ないだろ、謝るなよ。うん、でも謝りたいし、病院のことちゃんと調べて何とかしたいって思ってる。ユイトも花火も辛いところですね。
ルカもな。カレンのことで苦しい立場だろう。つぐみだって見たくもないものを見せられている。皆それぞれ苦しいことがある。だが支え合っていけるはずだ。そうだろ。うん。みんな心配かけてごめん。あとありがとう。たまにはつぐみに話しかけてみるか。なんて声かければいいのかわかんないけど、とにかく一人で抱え込むのよ、ユイト。お前の荷物が重いときは俺にも背負わせてくれよ。そのためのチームなんだからな。ありがとう、バタレ。